どうもお疲れ様です、吉仙さん。まあいろんな見方があると思うんですけども、トー横キッズにしてもパパ活にしても、女性の方から自発的にお金欲しさに自分の体を提供しているっていうふうに私は見えるんですけどもね。だから提供されるんで売る側がいるから、まあ買う側も出てくるのかなってところもあるし、潜在的な買う人間がいるってことを知ってるから、女性が売りやすいものをまあ原価なしで売っていくってことなのかなと思いますけどね。だからやっぱなんかこう、まあ、一部恐ろしいのはね、まあ、これは勝手な男性の意見ですけども、女性って昔の付き合いとか誰と何したっていうのを、まあ、全部チャラにして新しい男性と付き合うっていうかね、まあそれは当たり前なんですけども、そんなこといちいちこだわってたらね、男の方も女の子と付き合うことなんてできないっていうのはありますけども、その中でなんかね、きちんと恋愛しての上でだったらいいんだけども、短絡的に2万3万が欲しくって、なんか雪吊りの人とそういう行為を及んだっていうのは、随分女性の価値を下げるなと思いますし、そういう人を選んでしまった自分にものすごくがっかりするってところがあるんで、まあ男性側の気持ちとしてはね、あんまり関わらないでほしいなとは思うんじゃないかなと思いますね。だからその辺複雑なところを女性はどういうふうに考えてるのかなって、もちろんそんなこと鼻からやる気がない人もいると思いますし、やむにやまれずっていう人もいますし、短絡的にやる人もいると思うんですけどね。まあ、いずれにしても老後2000万円問題の頃にはもうね、売ろうと思っても売れない時代になってくるんではないかなかと思います。女性ってのは本当一瞬ですからね。で、男性ってのはどちらかというと、時を追うごとに年を追うごとに有利になっていくところがあるんですよね。やっぱこう稼ぐ力とか生きる力って、時間が渡されれば渡されるほど策が打てますからね。老後2000万円問題も、20歳2000万円問題とか言われたらね、20歳で2000万いるよって言われたらもうとてもじゃないけどやっていけないけども、老後70歳過ぎて2000万って言うんだったら、20歳でね社会に出てもう50年ぐらいの猶予があるんで、なんとかならないでもないかなって気がしますよね。まあけどね、本当に50過ぎても40過ぎても、じゃあ2000万できましたかって言ったらできてないし、じゃあ実際2000万で足りるのって言ったら足りないのことは明らかじゃないですか。そんなの年間200万使ったとしても、200万のカツカツで生活をしても、年間200万の10年で2000万飛んでいくんで、20年老後があるとしたらね、まあ5000万ぐらい軽くかかるってことなんですよね、きっとね。で、私の場合はね、家をねローンなしで買ったのが非常に安心感があって、家っていうよりも土地があるんでね、ここの土地って結構未来永劫に売れるんですよ。で、そう考えたら、いざとなったらこの土地を離れるっていう方法もあるしね。まあ今のうちに考えてケリをつけておかないといけないことが結構あるってことですよね。人生にケリをつけろ。いってらっしゃい。